ろといえば永瀬とマリア、確かにマリアもこの辺にあるよね。お揃いなのほくろ。ほくろマン学校にいたの。何ほくろマンって。ほくろが多い子、かわいそう。ほくろマン、でもほくろってさ消えるよね。なんか私手にほくろがあったの前、それ手洗ったら取れたことある。本当にこれはマジで取れる瞬間見た。これ本当に本当なの実は。なんか手のこの辺にほくろがあって、このなんか親指と人差し指の間の手の甲ら辺にであって、でずっとそれをねなんか大切にしてたの。あっここにほくろあると見えるじゃん、見えるから、あっここにほくろあるんだ、かわいいなって思って見てた。したら手洗ってる時のある日なんかほくろが取れたんだけど、なんか下がねネジみたいになってたの。えこれ本当なんだけど、夢夢じゃない、なんかネジみたいにただのチョンってやつじゃなくて、なんか毛糸の下のなんかちょろちょろみたいな、こう丸なんかネジみたいな、これ夢かな。めっちゃ記憶があって、あっほくろ落ちちゃったって思ったの。何なんだろうあれ、めちゃくちゃ不思議。夢かな、そんなわけないもんね、だってネジ、ネジなわけない。病院にもう一度いて失礼な。え、いやでも見たのよ本当に。違うのかな、違うのかな、絶対夢だよね。でもそんなわけないもんね。何だったんだろう、いや結構本当なんだけどな、信じてくれる人いなさそうだからいいや、バカにされるからいいや。何歳頃かな、え、でも幼稚園か小学校低学年ぐらいから、5、6歳、5、6、7、4、5、6、7、4、5、6ぐらいです。もう誰にも話さないんでよかった、言わない方がいいか。